一歩目を思いっきり出してほしくて、はい、ここからもうこんぐらい踏み込む。そうそうそう、はい、で多少の目はあってもそんなに気にしなくて大丈夫、はい、なんか怪我して大丈夫。うん、ちょっとここからつなぎましょう。はい、はい、うっちゃん、5、6、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。うん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 、最後の2歩をすごいうまく使うっていう。ここのターンはできるから、うん、このタンタンで例えばピョンってもう入っちゃうとか。うんうんうん、もう一回やってみます。はい、いきます。ここのフォーメーションでしっかりもう奥行き作っとかないと、うん、もうその後すぐまっすぐ横に来るだけじゃん、で修正できなくなっちゃう、はい、からこの時にあんまりみんなが前に詰めすぎるとここで事故っていう感じ、はい、うん、はい、ちょっとじゃあ2サビ終わり感想をもう一回ゆっくり言ってみましょう。はい、はい、1.5 だよね。はい、うん、シャツじゃ 0.5 だ。あ、はい、うん、はい、はい、いまーす。恋したせーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、真横、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、昨日、ねえ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 、じゃんじゃんじゃん、ねえってことです。はい、休みないです。はい、はい、もう一回いきまーす。あれ、なんか聞こえたじゃん。こうしたら、そしたら、ツー、ま、2番さん、はい、こっちの 0.5 にずれます。で2番さんこっちの 0.5 にずれます。で4番さん0の一番前まで行きます。押しちゃいます。で2人同じレースでちょっとそうそうそう後ろ、うん、で5番さん3番さんで1番、5番さん3番さんで、6番さんが、3列目の0、そう、ここに、もうちょっと、これ3人同じです、うん、このめちゃめちゃちっちゃいギュッとした三角に出てほしいんだけど、なんで縦1列になりました。5678、ねえ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 、ちゃんちゃんちゃん、ねえまでここに来てほしい、うん、ちょっと動線確認します。縦1列ください。はい、ここからねえねえねえいただきます。ゴール中、せーの、ねえ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 、ちゃんちゃんちゃん。で、田中さんはそんな、急がなくて大丈夫。二人が避けてから、こう行くっていう感じ。うん。いきまーす。タネナーアーテコイシタイ。はい、ワン、ツー、スリー、ゴー、ウィ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 ー、落ちサビなんだけど、落ちサビがほとんど全部フリーになります。で、フリーで動くって多分みんなにとってはすごい難しいことだと思うんだけど、振り付けがある方がさ、楽じゃん、場が埋まるし、音が埋まるし楽なんだけど、落ちサビは前半の変わりたいまで完全にフリーです。もう振りがないです。で、何をしてほしいかというと、もう自分がアイドルになって、でもこれさ、合格したら自分たちの歌になるわけじゃん、はい、だからなんか今ってすごいなんか言葉選ばず言うとカラオケに聞こえるの。なんか学生がカラオケで元気よく歌ってますっていう風に聞こえるの。自分たちの歌を歌ってますっていう風に全く聞こえないから、なんかそれが多分この落ちサビで振りがなくなるとめっちゃ如実に出ると思う。あ、なんかこう普通の子が
一生懸命歌ってるだけじゃ意味がないから、この歌が持ってる意味とかを伝えなきゃいけないので、ちょっと考えながらやってほしいんですけど、はい、ちょっとそのフォーメーションに行ってもらっていい？こうなりました。そしたら、一個だけちょっと決めでやってほしいことが、お願い控えめにのドーンの音だけ取ってほしくて、なんか何でもドーンでもドーンでも何でもいいから、お願い控えめにってみたいな、ここのアクセントだけ全員確実に取ってほしくて、でこの1列目2列目の3人はここでしゃがみます。で3人はねお願い控えめにみたいな感じでこうしゃがみたい、そうそうそうとかね。で福田さんこっち向き、山形さんこっち向き、田中さんどっちでも大丈夫、はい、うん、で菊池さんこっち3人は立ってるんだけど、ちょっと外に、はい、こうなんか何でもいいから、そうでどっちでも大丈夫なんだけど、真正面だとちょっとおかしいから、なんか自分の好きな方で、うん、うん、そうこの形になって、で1番2番3番3は変わらず早口のところを歌ってほしいんだけど、はい、この形になって変わりたいまでフリーです。で3人は変わりたいで立ち上がってください。変わりたい、そう、そしたら全員誰もがでこのポーズ、そうで、なんかなんだろう、ちょっとこう跳ねながら変わりたい誰もがみたいな感じ、変わりたい誰も、そうそうそういうこと、うん、誰もが瞬間に同じポーズを取るっていう感じ。はい、はい、ちょっと一回やってみようか。ここに着きました。ねえ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 、じゃんじゃんじゃん。ねえ、お願い。バイナリーでシンデレラ。普通の恋したいのに。顔こっち、チャチャ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 で前、うん、で、これそうそう、うん、これで王冠に見える。なんかさ、お花作って、そう、その形崩さないまま頭につけて、おお、それ、これで、あのシンデレラのティアラなんだってわかる。うん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 、はい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 、うん、そう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 、うん、なんでバンザ集まって、ちゃ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 、そうっていう流れで、そう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 、はい、でマイク持ってる時にこれイントロだったら、はい、持ってない方の手でこういう風にやってたから触ったと思うんだけど、マイク持ってる手で触ってほしくないから触ってる風でいい、そう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 、で特にここの2人はマイクこうやって迎えるとキーンってなるので、ハブのね。だからなんかちょっと例えばこうやってクロスするとか、うんうんうん、はい、うん、ちょっと工夫してください。はい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 、もう一回いきますよ。はいはいはい、ちょっと遅い、もう一回いきます。すぐ移動しようじゃないと、はい、いきます。誰だって恋したい、うーワンツースリーフォーファイブシックセブンイトワン、わかる？前向いて、前向いて、ちゃちゃ、そう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 、うん、だから福田さん横に向いて、で、ジギサンマさん歌い終わったら、寄り添いたいから、カーンでしゃがむ。西村さんどっちでもいい。はい、うん、そう。私を見つけたし、そうそう。でゆっくりワンツースリーフォー、うん。で手を伸ばす、うん、でこれ全員手見ようか、はい、なんか見つけ
切らしてみたいな感じ。そう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 。うん。なので、1列目の3人は歌い終わったら、はい、たーいからあーかなーかやーかほじの中私を見つけ出して、うん、で、手でみんな弾きます。で、弾いた時に手でそう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 。で、弾きながら3人は手プラス移動もあります。で、3人は私を見つけ出してで、もう弾きながら移動するって、はい、で、移動した場所が、はい、まあ、そんなに普通にこうやって乗っかって大丈夫。
一生懸命歌ってんだけど、結局マイクに入ってないからもったいないよねってことが結構あるので、しっかりとマイクを口元にもうピタッてくっつけるぐらいのイメージで歌っていきたいなというふうに思います。はい、はい、OK。 神様15歳のさっちゃんこと渡辺すじです。私はアイドルに絶対になって、たくさんの人を笑顔にしたいです。そしてアイドルとして名を残せる存在になりたいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いつぐらいからなんかアイドルになろうっていうのって野望があったんですか？2年前ぐらいからあったんですけど、でもなかなか動けなかったので、今回が初めてのオーディションになっていまして、全然動けてなかったので、今回のオーディションがすごくドキドキワクワクしてます。今回この合宿まででどれぐらいなんか自分の中で準備してきました？はい、もともと歌と踊ることがすごく大好きで、小さい頃からダンスはすごくやっていたんですけれども、このオーディションが結構初めて人生で一番頑張ろうと思ったオーディションで、絶対に受かろうと思ってお母さんにお願いをして
ダンスレッスンだったり、ボイストレーニングだったり、体力がないので苦手な筋トレを毎日したり、あとは半身浴をして体重を落としたり、あとはボイスレッスンなどもしたり、できる限りのことは尽くしました。その昔からすごくアイドルになりたいとは思っていたんですけど、正直そのアイドルになる人は決まっているとか、そのアイドルに、まあ、自分にはなれないって思い込んで、一番の夢から目をそらして生きてきて、それは親も知っていて、で一番の夢から目をそらしていたせいで何がしたいのか分からなくて、でそれでやっぱりアイドルさんにたくさん勇気や元気や幸せをもらってきたので、やっぱり自分もそういう存在になりたいって思って親に相談したら、すごく OK してくれて、逆にそのやっと一番の夢に目を向けてくれて、めちゃくちゃ応援してくれてます。超アイドルオーディション最終審査いくぞー高いよね、アイドル声高いかな、高いような気がする。声高い、全然高い。声高い。透き通ってる、なんか。かわいい。かわいいね。お願い光に照らし、シンデレラ。普通の恋したい。いたの？あ、水です。いい顔見せます。可愛いので。